私が最終ランナーということでしてね、私が終わりましたら皆さん解放されるということでね、まあでもね、このズームで落語会ができるようになるなんて本当嬉しいですよね。もう部屋の中でできちゃうわけですからね。もう今までですとね、これだけのメンバーが集まるには、もういろんなところから、列車とかね、飛行機とか乗って、集まらないとできなかったんですけれども、家にいながらにしてこうやって集まることができるっていうのもいいですよね。で、お客さんにとってもね、ありがたいんだっていう方おられますよね。もう、途中で、つまらない落語の時は、横になってこう、寝ててもいいしね、野球中継見るもいいし、女子プロゴルフなんかを見るのも良かったりとかね。で、中で喜ばれた方もおられましてね、どうでしょうね、寄せに行くとですね、他の人と笑うツボが違うと、なんか恥ずかしいとかね、自分で面白くて、わっはっはって笑ってんのに、周りの人誰も笑ってないとこう、すごい恥ずかしくなっちゃったりなんかしてね、なんかこのズーム、オンラインでやってると、もう皆さん好きなところで笑うことができるというのでね、非常に、いいんだということで、させていただきたいと思うんですけども、まあ、今度ね、12月に、第13回になるのかな、池田でね、大会がございましてね、私は、まあ、何を隠そうね、別に隠すつもりもないんですけども、第2回目の、優勝チャンピオンでございましたね。名人でございましたね。もう、ただね、この大会っていうのは、後で聞いたんですけどもね、優勝するともう次の年が出れなくなるんですね。それを聞いていればですね、もう少し、稼ぐ手もあったんじゃないかなと。まあ、当時はですね、優勝すると、優勝賞金が50万円いただけたわけです。50万円。2位だとこう10万円とかね、3位5万円だったり。ですから、2位と3位を何回か取ってて、最後に1位を取って、引いていくっていう。これが一番儲かるんじゃないかと。もう2回目でもう賞金もらっちゃいましたんでね、もうその後なかなか行けなかったですね。で、まあ、やっぱり初めてね、参加した時は、やっぱりドキドキしましたね。同じグループにニシャンタさんというね、もう褐色の方なんですけども、黄色い着物を着て、で、大阪弁バリバリなんですね。その方がもう、うどんをこう、くらっと食べることに、ドゥワーン!どっかんどっかん、お笑いが来てね、あ、くそーと思いまして、ね、もう次の年、ちょっと、色を塗っていこうかなと思ったぐらいだったんですけどもね。まあ、その時考えました。まあ、当時ね、250人ぐらい、まあ、まあ、予選というんですかね、土曜日の会があって、そこからまあ10名選ばれるんですけども、25分の1に選ばれなきゃいけなかったので、どうしようかなと思ってね、ですから、普通の古典落語ではいけないだろうと。じゃあ、まあ自分で作った落語で、ともかく出だしにこう、インパクトを与えておいて、どうなるんだろう、どうなるんだろうと思わせといて、こう落ちに行くという。これがいいんじゃないかということでね、挑戦しましたらね、見事優勝しました。で、最初の年はね、8月15日にやってたんですね。で、その年、私、残念ながら初日で帰っちゃったんですけども、2年目はね、なぜか11月の下旬だったんですね。8月はやっぱり暑さがあるのかな、それともやっぱりお盆の時期はみんなが忙しくてこう気遣って11月にしてくれたのかなと思ったら、そうじゃなくてね、当時の審査委員長桂三枝師匠の秋がそこしかなかったというただそれだけなんでございますけどもね、で、その第2回目にね、私出るときにうちのかみさんにね、ちょっと落語の太鼓行ってくるよって、ああ行ってらっしゃいって、
まあ、それはそうですよね。まあ、言って、まあ、賞金の出る大会ですけども、優勝しないとね、価値がないですから、ああ、まあ、そうなのかなと思ってね。で、初日、一生懸命頑張りまして、決勝進出したんですね。さあ、ちょっとうちの嫁さんにね、メール打ちましてね、決勝進出ですって言うと、ちょっと、恥ずかしいから、今晩泊まることになっちゃったって送ったんですね。そしたら、まあ、わかるでしょ？決勝進出ってね。だから、すぐ帰ってきてるの。ピロリンと、おめでとうって帰ってくるのかなと思ったらね、ああ、そうだった。何この反応の薄さ。明日もし優勝すれば、そうかそうか。これね、上位3人に入らないと、賞金も賞品ももらえない。あ、そうかそうか。だから明日頑張れってことなのかなと思って。で、私、頑張りました。そうしたら、もうなんとね、優勝しましてね。で、まあ今のとね、文珍師匠、桂三師匠がいろいろやってますから、記者会見があるんですね。で、それまでの間にお色直しがありますんで、その間私でも見りました。優勝しちゃったって言った。ね。そしたらね、すぐ帰ってきました。おめでとうって来るのかなと思ったらね、ああ、そう。どういうことなのかな？賞金の出る大会。そうだ。前の年8月にあった大会が11月になってた。ね。で、他の社会人の大会っていうのはほとんど自腹なんですね。自分で、お金を出して出る大会が多いから、あ、他の大会と間違えたんだと思ってね。あ、じゃあこの50万円はちょっと自分だけ懐に入れてね。それでもう、自分で使っちゃおうなんて。ただ、ラーメンっていうんですかね、どん兵衛がね、1年分もらえたので、その、商品だけはもらって帰って、まあ、ちょっとこう、目録みたいなやつですね。で、家に持って帰ったんです。子供たちがね、うるうる、パパこれ、取ってきたんだぞ、って、うわー、パパ偉い、すごい、いやーとかで喜んでくれる。だから調子に乗ってね、私ね、じゃ表彰状も、読んで聞かせてあげるね。表彰状。あなたは、この大会において見事優勝を遂げました。ここに表彰状と賞金50万円をプレゼントします。もう全部バレバレでね、その場で50万円が引き取られていったということでございまして。まあその時のネタをですね、今日は聞いていただきたいと思うんですけども、この落語の主役はね、お玉おばあちゃんね。このおばあちゃんが主役でございます。朝起きてまいりまして、仏壇の前に手を合わすところから始まりましてね。ああ、おじいちゃん。おはようございます。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無大師遍照金剛、オンアボガゲロシャノ、マハリクマハリタヤンバラヤン、あ、うちのおじいちゃんこんな大きくなかったわ。チン。おじいちゃん。おはようございます。いや、こうやってね、朝早くにおじいちゃんに話しに来たのもちょっと悩みがあってきたんですよ。というのも、うちの孫たち、うちの孫たちが最近ね、いろいろと悩んでるみたいで、長男の玉一郎、あのが頭が良かったでしょ？だから、高校受験なんかもね、すんなり行くと思ったら、どうも途中でついていけなくなったらしくて、もうイラ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 して、もう当たり散らしてるんですよ。ね、おじいちゃん、何してあげたらいいですかね。それから、長女のたまみ、あの子も愛らしくて可愛い子だったんですよ。で、私にね、よく一緒におやつ食べないかなんて言ってくれて、まあそれが楽しみだったんだけども、どうも好きな子ができたらしくてね。それからもうおやつなんか食べないしね、ご飯なんかもうこれっぽっちしか食べないの。痩せて可愛くなったのはいいんですけどさ、体壊すんじゃなくて心配なんですよ。でも一番心配なのはね、玉次郎？あの子ね、結構学校は好きで行ってたんだけど、最近どうもからかわれてるらしくて、運動音痴でしょ？それからかわれてさ、なんか学校行くのが嫌みたいなんですよ。ねえ、おじいさん、孫たちに私、何かできることありませんかね？もうおじいさん、おじいさん、もう黙ってないで何か言ってくださいよ、おじいさん。
いや、そりゃ、何か言えと言われりゃ、言わないわけじゃないけどさ。ばあさん、こっち向きなさいよ。あたしはまだ生きてるんだよ。え？あたしの方に向いて喋りなさいよ。ごめんなさい。もうね、あなたとね、向かい合うとなんかちょっと話しづらくても、この仏壇に向かうか喋り、お前、それはね、困るんだ。あのね、それはいいけどね、私の写真をね、大きくね、その仏壇の中に飾るのやめてくださいよ。生きた心地しませんから。いいじゃないのさ、モスが入る。何を言ってるんだ。いや、それなのか、心配なのよ、孫たちが。何を言ってんだよ。こういったところにね、ジジバモの出る幕じゃないよ。子供たちは子供たちで乗り越えなきゃいけないんだから、余計なおせっかいをするんじゃない。いや、そんなこと言ってもさ、心配じゃないですか。あ、今日お休みだから家いるかもしれませんよ。ちょいと行ってきます。おい、ばあさん、やめときな。ああ、行っちゃった。ああ、孫たちが心配だから、ここ。こんにちは。こんばんは。さよなら。なんだ、誰かと思ったらおばあちゃんじゃないか。ああ、玉次郎か。ああ、すまないね。ああ、座布団まで出してくれて。ああ、お前ぐらいじゃよ。私が来てもいろいろと声かけてくれるのは。ねえ、あのね、おばあちゃんにかさ、来たら聞こうと思ってたんだけどね。この間ほら、おばあちゃんが忘れてったさ、この巾着袋あるでしょ？これ、これ何なの？ああ、ここに忘れとったんか。いや、こりゃな。ああ、おばあちゃんたちが若い頃使ってたものが入っとんじゃ。これ。おお。ほら、見てごらん。わあ、すごい。なんかね、ちっちゃい玉がこう、いろいろ入ってるけど、これ何？あ、これはな、お手玉っちゅうんじゃ。お手玉？お手玉って何？あら。お前、お手玉見たことないのかい？はあ。いや、これはな、ばあちゃんらが若い頃よく遊んだもんなんじゃ。まあ、布の切れ端かなんかをこう縫い合わせてな、中に小豆とか、まあ、たまには石ころかなんか入れたりして、で、これでもってな、みんなで遊んだもんなんじゃよ。あ、そうなんだ。だからいろんな柄があるんだね。うわ、かわいい柄がいろいろあるよ。あれ？ね、おばあちゃん。ね、ここにさ、赤いのと白いのでできた、玉があるけど、これ何？なんか、おめでたい時に作ったの？ああ、そりゃいかん、そりゃいかん。これはな、ばあちゃんの赤い腰巻きと、じいちゃんの白いふんどしで作ったんじゃ。愛の塊じゃ。これはいかんぞ。あ、これはお手玉。へえ、ねえ、でもね、これでどうやって遊ぶもんなの？あや、遊び方も知らんのか。まあ、そりゃしょうがないな。ああ、じゃあちょっと見せてやろうか。まあまあ、これはな、球を投げて、まあ、今で言うと、ジャグリングのようなもんじゃな。そうやって遊ぶんじゃ、こうじゃぞ。これ、よっこらしょ。ほら、ほら、よっこらしょ。よっしゃ。よしじゃ、大丈夫、こんな感じで。あ、そう、わー、おばあちゃん上手だね。ねえ、それ、三つとかでもできる、三つとか。三つぐらい簡単じゃ。ねえ、こうだね。ほら、よっこらしょ、うるしょ、よしよし、よしよし、よしちゃん、ちゃ。うわー、すごいね。おばあちゃん、それ五つでもできる？ ばあちゃんを舐めてもらっちゃ困るぞ。うん。ばあちゃんは若い頃はな、たまたまつかみのおたまと呼ばれたぐらいじゃない。5つぐらいは簡単じゃ。ほら、ほら、よっこいしょ、よっこいしょ、よっしゃ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 、うわー、すごいね、おばあちゃんさん。ね、10個とかでもできる？ 10 個でも。10個か。まあな、落語だったら100個でも200個でも。変なこと言わないでよ、おば。ねえ、おばあちゃんさ、それさ、たださ、こうやって何も言わずにやるもんなの？ああ、これはな、ばあちゃんが若い頃はな、歌を歌いながらやりよったな。ああ、そうじゃ、数え歌の面白いのがあるから聞かせてやろうかな。ああ、行くぞ。はい。人が呼ぶのを一という。肩に担ぐを二という。
女の大役さんという、子供のしょんべんしという。あ、面白い。1、2、3、4で増えててるね。面白い。他には？ああ、ばあちゃんはな、ハイカラじゃったから、イングリッシュも得意じゃったな。イングリッシュバージョンっちゅうのもあるぞ。犬の鳴き声、ワンという。犬の鳴き声、ワンという。おばあちゃん、忘れたんじゃないの？うわあ、忘れてないぞ。頭をこうやってクククククと、ほら、思い出した。犬の鳴き声、ワンという。物を知るのを、ツーという。人から盗むを、スリーという。売れない芸人、フォーという。ねえ、面白いけどさ、その4っていうのさ、13年前だったら受けたかもしれないけど、今じゃあんまり受けないと思うよ。何もわからんこと言ってるんじゃ。まあまあまあ、こんなことしよったな。ねえねえ、おばあちゃんさ、ねえ、僕の知ってる歌とかでもできない？ああ、それじゃったらな、太郎が出てくる昔のな、歌があるからな、それをつなげたのがあるな。昔、昔、浦島は、まさかり担いで金太郎、桃太郎さん、桃太郎さん、お腰にウルトラの父がいる、ウルトラの母がいる、そして太郎が北風小僧の勘太郎と男走るよハム太郎とれとれピチピチカニ料理。ねえ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 、おばあちゃん。なんていうか途中からちょっと無理があるような感じがあったんだけどね。一番最後のあのカニの出てくる歌で、どこに太郎が出てくるの？お前これ知らんのか？あ？この曲はな、浪花のモーツァルト、木田太郎さんが作ったんじゃ。そうか、木田太郎さんか。他にない？ああ、他じゃったらな。ばあちゃん、ハイカラじゃって言っただろう。オペラの出てくる曲もやったな。昔、荒川静香さんがな、金メダルを取った時に使った、チューランドットって曲な。あれでやったな。チャラララララ、チャチャ。チャラララララ、チャ。チャーラーラー、チャカラカラカラー。面白そうだね。ねえ、おばあちゃん教えて教えて、なんてんでね。玉次郎を筆頭に、このお手玉が、この兄弟で流行り出しまして。するとこのお兄ちゃんがですね、これ、お手玉っていうのは右手と左手をこううまくやりますので、これ頭が非常に良くなってくるんですね。成績伸びるなんだった玉一郎くんはそのままクーンと、まあ、こう合格でございます。そしてこれ中腰でやるもんですから、玉美ちゃんが今までこうズドーンといったこの体型がボッキュンボーンになって、とってもいい感じになるんですね。まあ何よりも、この玉次郎、彼が一番ね、効果が出たんですね。運動音痴だった玉次郎が、運動が好きで学校に行くようになっちゃってね。おばあちゃんもありがとうございました。本当にね、うちの子たちに、教えていただきまして、お手玉、本当にありがとうございます。いや、私はただただね、昔やってたのを教えただけだ。いや、それにしてもね、うちのあの玉次郎があんなに、スポーツ特に球技が得意だなんて知りませんでしたよ。ね、それでね、考えたんですけどもね、これから野球を習わそうと思うんですよ。ああ、野球ね、それで、今から教えたらね、高校野球行ってね、プロ野球行ってね、大リーガーになって、イチローとか、翔平、大谷みたいになるんじゃないかと思って、どうですかね、野球を指すのは。野球だけはやめといた方がいいと思うよ。どうしてです？そりゃ、プロ野球ではお手玉するとエラーになっちゃうから。はい、ありがとうございました。
音楽この作品でね、優勝させていただきました。このメンバーの中からも、ね、優勝者が出ると嬉しいなと思っております。頑張ってください、ね、今年もこの大会に挑戦するかもしれません。どうもありがとうございました。